一般路線車大広報部バス株式会社は、大分県の乗り合いバス、貸切バス事業者である。中津市、宇佐市、文後高田市、国崎市、日田市を中心に、路線バスを運行するほか、一部路線は、日月市、武前市、早見郡肘町へも乗り入れる。また、中津市、武前市より委託を受けて、中津市、コミュニティバスの一部路線と武前。 中津コミュニティバスを運行を行っているほか、文後高田市からボンネットバスの運行を受託している。大部交通が100%出資する子会社である。1989年、大部交通の100%出資により、中津観光バスと高田観光バスが設立され、前者には中津営業所及び矢場系営業所、後者には高田営業所及びアジム営業所が移管された。 2005年10月1日、中津観光バスは、高田観光バスを、九州合併し、さらに同年11月1日、大港北部バスと解消した。2016年10月1日のダイヤ改正で、路線や本数が、大幅に見直された。2019年10月1日のダイヤ改正では、中津営業所管内とアジム営業所管内で、さらに路線や、本数の削減が行われた。 営業所、車庫文語高田市の観光イベントとして、無料で、定期運行されるイスズ BX141、県北快速リムジンバス、中津市、宇佐市など県北地域から大分空港へのアクセス路線。一般路線バスと同じ扱いで、途中停留所総合間の乗車も可能である。かつては、宇佐駅前には入らず、徒歩五分ほどの岩崎停留所に停車していたが、現在は、 宇佐駅前に乗り入れている。イオンモール参考シャトルバス、中津駅とイオンモール参考を結ぶシャトルバス。専用車両で運行され、料金は200円となっている。後日の中津駅守る実音戦線と同じ経路を通るが、途中停留所での客扱いは、イオンモール参考駅では乗車のみ、中津駅行きでは降車のみとなる。旧中津市内、旧参考村方面にやば系。 北方面亀のイ、e、バスが、別府駅に口から、もともと運行していた路線であるが、2011年3月に、千人電止まりとなり、千人電で接続できるダイヤとなっている。2019年10月1日からは平日のみとなった。2019年10月1日のダイヤ改正では、コミュニティバス扱いのアジム、亀川線も含めると、東営業所管内だけで6路線も廃止になった。 特に旧院内町の路線バスは、中津四日市アジムと、四日市院内市所前からアジムのみとなった。快速中津大分線の車両大分交通平成21年4月1日、改正内容。ありがとうございます。